はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス。さあ、残る週、わずかですね。この貴重な時間を大切にしていきたいと思います。はい、ではやっていきましょう。トロカーカミ今496キロですね。ベストバ体重は492キロ。イベント開催中です。そして今1月を1周ですので、WBC かな SWBC かな出たいと思います。適正な馬体重です。490キロ、いい感じですね。3周ぐらいしたら出そうか。このローテディア次週が最終戦になりそうな予感。気合十分ですね。人参か。まずまずでしょうか。イベント開催中です。翌週レース一周走です。ちょっと調子が落ちた。イベント開催中です。いや、客室はいらん。いい感じですね。大根か。よかった。何か用ですか。2キロ多いですけどね。まあ2400じゃなく2200。どんどん岡部さんということで、即観戦チケットがたくさん残ってるので即見ましょう。一番人気です。お、一番人気。ただいまよりドバイニエニアムとかいますね。ピエタが結構強そうです。ピエタ白い馬か。これがドバイニエミレニアム、結構強力な馬です。さあ2回目の WBC2 勝なるか。WBC クラシックです。歴史あるロンドンの街を駆け抜けて栄冠をつかむのはどの馬でありましょうか。テムズ川を2度超える特設コースに12頭が飛び出しました。まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。花を切ったのはアワポエティックスプリンス、7番ドバイミレニアムクリスタルオーシャン。これが一番人気の片野川上であります。片野川上は4番デグループ、その外に9番アーキペンコ、そしてそのうちにオリックス&モルタル、それからスター・オブ・コジーン、そしてその後ろから12番ドリプティク、5番クリゲノバタイ・ウィニング・アフリート、1番ビブロス、
差が開いてザグレイガツビー外を通りましてピエタもう一度先頭に戻りましょう。順位が入れ替わっておりまして先頭はドバイミレニアムであります。その後ろでやりましょうか。10番アワポエティックスプリンス、そして3番手に11番クリスタルオーシャン、少し早いのかもしれません。テンポ注目はただ1頭片野川上目下連勝中、外から1頭ブリックス&モルタル、そのうちに4番スターオブコジーン、12番トリプティク、それからウィニングアプリート、1番ビブロス、それから離されまして2番ザグレイガツビー。金の根に包まれて真夜中の直線勝負が繰り広げられます。ここは仕掛ける。先頭行く緑の帽子はドバイミレニアム。ドバイミレニアムが強そう。さあウィニングアグリートが強力な勢いで来ている。これかわされるぞ。かわされた。ピエタが一気に追い込んできた。よく頑張りましたね。なんか急にドカーンときたけどな。2着、5番、3着、6番以上のように一番最下位ですね。登録馬の中ではレースを終えた馬が戻ってきました。残り6周なのでこれ嫌でも開催中です。いやでも次が最後のレースってことになりますね。3着今2万3000枚獲得賞金を稼ぎました。さあこれで次走が最終戦となります。片野川上果たしてどこまで頑張れるんでしょうか。頑張ってほしいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。